はい、こんにちは、まーちゃんねるまーはるです。ごめんなさい、今日も声がダメなのでエンジン君にお願いします。はい、昨日よりかはいいけどね。うん、はい、今日はこちらですね。10と固まるすなすなです。こちらがにゃむにゃむ妖怪ウォッチセットで、こっちが機関車トーマスセットですね。そうだね、日本オリジナル加工の室内で遊べる砂みたいだね。そうだね、妖怪ウォッチの方は妖怪の方が7つ入ってるみたいだね。そうだね、トーマスの方の方はトーマス、パーシー、ハロルドと線路型だね。あ、そうだね、これだね。では早速開けていきましょうか。おーいちょっと、お、いきなり砂から出てきた。あ、シートだ、シート、ほら、この変わってたな。はい、ではセット内容を紹介します。はい、じゃあ、にゃむにゃむ妖怪ウォッチセットから紹介します。はい、まずはプレイシートですね。そうだね、結構大きいね、これね。うん、大きいからね。すごい大きい、こんなにある。こんなにあるね。うん、テーブルで余裕持ってできそうだね、これ。そうだね、うん、次はにゃむにゃむ妖怪があったからいきます。はい、まずはジバニャンですね。ジバニャンだね。うん、次はウソピョンです。はい、これがウィッパーです。コマタンですね。はい、これがブシヤ、これがスナオです。最後がツチノコです。はい、あとヘラとスナスナの砂が 500g 入ってました。はい、次は機関車トーマスセットです。はい、まずはプレイシートですね。これも大きいね。うん、うん、あと線路がついてる。そう、これ線路書いてあるからこれ遊びやすいね。そうだね、こちらが機関車トーマスの型だね。そうだね、これは機関車パーシーの型だね。これはヘリコプターのハロールだね。そうだね、あとは線路スタンプ、これガタンってそのままポンポンポンって押して、ね、ベーシック型の四角丸三角だね。そしてヘラと砂が 500g、はい、以上が妖怪ウォッチとトーマスのデザインだね。そうだね、今回はトーマスのプレイシートを知って遊んでみたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。はい、それではまず砂を出していきましょう。はい、じゃあ切っちゃうよパパ。はい、じゃ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 ん。ちょっと緊張だね。うん、緊張。どういう使い心地かな。やっぱね、砂砂の砂とかキネティックサンドを挟んの初めてなんだよな。こんな感じなの、うん、あ、面白いね、うん、こんな変な感じなの初めて触る。うわ、ベトベト。えーちゃん初めてじゃないでしょ。でもこれだってもこうやってギュッギュッてやると固まるんでしょ。そうそう。あー、なるほどね、うん、じゃあちょっと型に入れてみようか。うん、水がなくてもこんな風に固まるのね。うん、じゃあこれ、面白い、うん、ちょっとぐらいトン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 。うわ、すごいすごいすごい。よし、じゃあやります。ほら、できたパパ、トーマス。うん、はい、パパこんな感じでトーマスできました。はい、いいね。うん、いいじゃん、かわいい。うん、他も作っていってみよう。はい、よし、ハロルドも作っちゃう。パパ楽しいな。楽しいじゃん。うん、ギュッとやって、お、ここに線路できたよ。本当だ。これどんどんつなげていけるね。うん、次パパできたこれパーシー。おお。うん、そしてハロルドもできました。おお。ハロルドいい感じだよ。そうだね。うん、すごいいい感じ、ハロルド。うん、パパも作ってみていい？うん、パパ素直でやりたい。素直ね。だって砂の妖怪って言ったら素直だから。そうだね。うん、後ろから抜いていくのがコツだよ。あ、出た。こう思いたらギュッと。ダメだ。キュー、これで横側をこうもう取っちゃうんだよね。そうだね、横側も。はい、ほら、できた砂を。ほんとだ。はい、こちら砂をですね。はい、いいじゃん。いいね。うん、ちょっと他の妖怪も作ってってよ。うん、ジョニャン完成しました。はい、じゃあ全部妖怪見ていこうか。はい、次がコマさんです。ちょっと崩れちゃったかな。そうだね。次はツチノコです。はい、これも完璧だね。次ウサピョン。はい、次ウィスパーだね。そうだね、ちょっと崩れちゃった顔が。そうだね。最後にブシニャンだね。はい、トーマスのこのほらプレイシートの上だからさ、うん、ちゃんと線路があるからこうやってバシとか発射してね。うん、ねえトーマス、トーマスできない。今日できない。そうだね、丸三角、四角今作ってますよ。はい、綺麗な三角できた。ほんとだ。こっちはニコニコマーク。
作った、うん、それで先に、はい、おおいいね、うん、モテるとこがいいねやっぱね、うん、すごいわ、うん、なんかスナスナって触ると気持ちいいね。そうだね、なんかいいわ、うん、癒される。うん、そうだね。こういうねタッパーがあると、うん、砂の管理が楽だと思う。そうだね、この中にどんどんしまっていきましょう、うん、また遊べるときね。そうそうそう、また出せばいいんです、うん、これねパパ気づいたのは、うん、片付けるのがね超大変。そうだね。そう、それとあとね結構部屋が砂だらけになっちゃう。そうだね、うん、ここがねちょっと難点かな。もうちょっとね手にくっつきにくいとかそういう砂があればよかったけどね。そうだね。うん、あとは片付けやすいね。なんかもともとこういうさ器みたいのが入ってればよかったかなって感じするかな、うん、このさ容器にもさいっぱい砂ついちゃってるからさこれを取るのが大変。うん、今回はスナスナでした。はい、今日の動画が、うん、面白かったとか良かったなとか思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。お願いします、うん、そしてチャンネル登録もしていただくと嬉しいですね。あとコメントもいただくと嬉しいです。そうだね、うん、はい、パパの声まだ治んないけど、うん、ごめんなさい。はい昨日よりか良くなってるからね、うん、明日は普通に喋れるといいかな。そうだね、明日の動画ダメだ。明日の動画も後で撮るかもしれないからダメかもしれない、うん、はい、ということで今回は